中日ファン、気づく。心理すぎる。気づいたファン。ヒロトの投球によって5連敗を脱出したドラゴンズ。これを見ていたファンや現地民からは、ヒロトくんが全部登板すれば勝てる、という声が相次いでいる。実際に、彼以外に勝てる先発が不在な現状を見ると妥当なのかも。ヒロトでしか勝てないのなんか寂しいわ。5試合中、1回は絶対に勝てるのくさ。絶対にチュニチュニしない、我らの大エース。最下位だけど、救世主がいるだけマシです。もうずっと彼に投げてほしい。そうしないと勝てないとか終わってるよ。先発陣頑張れ。不連敗ストッパーのヒロトさんは神ですよ。もう大エースじゃないと勝てなくなってきた。野手が打たないと勝てないよね。また明日から中田翔が戻ってくるのか。岡林と福永が猛打賞だし、この活躍は明日と明後日も期待できそう。頑張ってほしいね。近藤の再来案。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。